皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、長期的にビジネス状況を見てもらえる人を一人持つ3つのメリットということについてお伝えしてみたいと思います。えっと、今日のテーマはですね、まあ、えー、ビジネス的にっていう観点から言うと、まあ、基軸になるメンターと呼ばれるようなコンサルタントを一人持つっていうのが、 まあ、一つテーマになるんですけども、まあ、必ずしもコンサルタントでなくても、まあ、コーチとかセラピストとかでもいいんですがあの自分のビジネス状況が正しい方向に、えー、行くための,その羅針盤みたいな状態を持つっていうのが結構大事ですよねということを。 思うエピソードがあったので、今日はね、そちらをお話をしてみたいというふうに思っております。はい。じゃあですね、まあ本題に入るんですけど、えっ、ー、と、長期的にビジネス状況を見てもらえる人を一人持つ、まあ三つのメリットということで、結論から先に言います。まず一つ目が、えー、正しい進路の判断ができるということが一つ目ですね。で、二つ目は、 自分だけのマイレシピをもらえるということです。で、三つ目がメンタル的な要素のフォローということでね。この三つが大きいのではなかろうかというふうに私思っているので、今日はこの観点からね、お話をしていきたいと思います。えっと、まず、この話をしようと思ったきっかけがあります。で、それがまあ私自身のもちろんエピソードだったりするんですが、えっと、私、まあ、 サックスやっていて、まあ3年半になるんですけれども、先日、えー、と非常にこう大きなライブが終わったんですよ。まあ長崎でね、やったライブなんですけど。で、その時に、あの、私、サックスの先生、あの、2人いるんですけれども、1人は主にオンラインで見てくださってる先生で、もう1人の先生はリアルで見てくださっているし、一緒に遠方とか行く時には、 同行していただいてプレイヤーとしてもあの一緒にやっていただくっていうことをねお願いしてる先生がいますでその先生とねあの今日ちょっとレッスンがあった時に言われた話を聞いてあこれコンサルの領域も同じだなと思ったんでねお話をするんですけど私あの夏風邪をひいたんですよ <laughs> 夏風邪を <laughs>。それで喉の 調子がですねまあ、今もあんまり良くないんですけど咳とかくしゃみとか喉のどラガラがですねもう3週間目ぐらいなんですよであのーまあ、確かにちょっとねあのこれは長いなっていうのは思っていたんですけれども、まあ、その以前からねずっと私のまあ調子を見ていろいろ教えてくださってる先生がいや喉ねかなりやばいですと危険信号状態 で風邪薬で治らないっていうのであれば内科ではなく耳鼻とかの方行って喉のところ、ね、ちょ特に中心に治すような違うまあ吸引とかいろいろあるんですけどそういうものとかあと薬も多分変わるし形があるのでこのまま定着しちゃうと本当にあの喉の形奥の形がね変形しちゃうとサックス吹くく時に支障が出るケースがあるからっていうところまで言われて。 非常事態ですみたいなことまで言われたんですよ。ええー、とか思って、私そこまで、や、風長引いてるし、ちょっと薬効かないみたいだから、もう一個、そうだなぁ、自分、とか行こうかなぐらいに、ライトに思ってたんですよ。だから、練習とかも、今までと変わらない量、普通に1日2時間とかですね。 まあ帰ってきてから、この間久しぶりにやりましたけど、2時間ぐらい。ちょっと咳込みながら吹いたんですよ。まあ、そんな話もしたんですけどね。そしたら、あの、これからの練習方針伝えますって言われて、えとか思って、あの、まずね、喉を休めること、もうこれ第一優先って言われて、で、次のライブがね、10月なんですよ。だから3ヶ月ぐらいあるので、まあ、どの曲をやっていくかとか、どういう練習をするかっていう方針を決めるのも今日の予定だったんですよ。で、 ええとか思ってあのできれば、えっと、今7月なんであと半月は拭かない、ええ、にしてほしいって言われたんです「すよええ?」とか思って「ええ、そうなんですか?」って言って「そうなんです」って「ここをあのしっかり直しておかないとあ非常によろしくないです」ってはっきり言ってもらったんで。 わかりましたっていうふうに思ったんですけど、だって、例えが怖いんですよ。捻座した足でズルズル治療もしないで、ずっと歩き続けますか？みたいな話なんですよ。捻 <laughs> 座したら、ほら、やっぱり湿布するし、添え木やったりとか、なるべく歩かないようにしなきゃいけなかったりするじゃないですか。だから、あの、何も治療をせずに、そのまんま歩いてるのと一緒ですとか言って言われて、いや、それはやばいよねって。 あの初めて危機感が分かったんですよでじゃあ休もうって言ってしかもやってもいいんだけど今度はそこからのリハビリ的な感じですやってもいいんだけれども、えー、と例えば今まで2時間バーッと吹きっぱなしだったのをうーん10分吹いて5分休んで10分吹いて5分休んででも痛いなと思ったらその日はもうそれで練習やめるとかっていうふうにしてほしいって言われたんですよ。あ <laughs> とか思って <laughs> もうね、あのー、結構えそこまで悪いんだ私とか思ってでその際に心配になるのは次のライブまで新曲とかもね入れたかったりとか普通の練習とかする時に間に合うかっていう話がだって今までそんなに練習休んだことなかったんですもんだからちょうどいい時期だと思いますとは言われました3年半だしずっとやってきてもう無理がずっとたたってて。 で普通のね日常生活レベルでも仕事いろんなプロモーションどんどんやってるから確かに寝る時間なかったり出張多かったりとか、まあ、体を休める日はなかったから、まあ、確かに確かにおっしゃる通りですって思う部分で生活も見直さなくちゃいけなかったんですけどだからそういう時期はそういう練習に切り替えてほしいっていうことを言われてでじゃあこその間どうするんですかっていうと練習できなく あったり困るじゃないですかそうするとあのだからアンプであったりとか私楽譜を読むのを一生懸命練習してる最中だからそういう楽譜をねこうよ読みながらもう吹いて覚えるんじゃなくて読みながらアンプをするっていう練習をしてほしいとかですねあとは原曲が多いのが多いんですよ今回あの昭和歌謡結構多めにやる予定なのでまあ誰かが歌ってる曲が原曲があるから その曲をたくさん聴くことによって曲の解釈を深めていくっていうその内面的なものを育てていくそういう時間にしてほしいって言われて練習方法の切り替えと吹いちゃいけない指令が出ましてですね <laughs> 1週間きつい <laughs> 吹きたいよ <laughs> って思ったりするんですけどまあここは我慢の子ですだって あの、折れちゃった足で、そのまんま引きずって、治りが遅くてやるのとどっちがいいですかって言われて、早く治して、全開の状態できっちり吹いていく方がいいでしょうって言われれば、はい、そうですって思って、はい。で、その方針に沿うことにしたんですよ。で、これっていうのは、まあもちろん言うことは、先生の言うことは聞くんですよ。だって、 あのそ,それを提案してくれて全私を3年半ずっと見守ってくれている先生がそれがいいっていうふうに言って自分の過去の経験もそういうところで喉を痛めた経験があるからっていうのを言ってくださって言ってるからもちろん全面的に信じるしやるんですけどそのポイントはだから間に合わないかもしれないっていうところに対する不安は今の実力 で、積み上げてきた基礎力があるから、2週間とかね、それかもしかして1ヶ月だったとしても、技量は落ちないし、間に合うから大丈夫ですって言い切ってもらえたんですよ。これって、すごく安心しませんか <laughs> あのー、私も、私のね、コンサル生産のポテンシャルっていうのは、長年見てる方であればある人、 性格も分かってるしどれぐらい馬力を持って最後頑張れるかとかも知ってるからそういう人が何かのアクシデントでじゃあ例えばちょっとうまくいかないとかあっても信じるることできるんできんすよだから本人が落ち込んでたとしてもそれは私は大したことないって言えるのはもともとの力を信じてるからだしそれをずっと見てきてるから言い切っても大丈夫って思って言い切ることができるんですよ私もね。 でそうするとその人にとってはとても力強い言葉なわけじゃないですか一見今失敗してる風に見えてるけれどもそれは単なるつまずきでどってことがないっていうふうに思えばすぐに立ち直ってすぐに頑張れるじゃないですかだからこれっていうのはその状態を分かってる人がそばにいるっていうのはあのすごくね心強いことなんですよって思ったんです だからこれは今たまたまサックスの話なんですけどビジネスも一緒でやっぱりコンサルタント的な人自分と並走して自分の状態と性格を見た状態で今何をするべきかを正しくアドバイスをもらえる人がいるっていうのはやっぱりすごくね大きなことなんだなっていうのを改めてね実感したし私自身の役割っていうものも 改めて実感したんですよ、ね、じゃあさっきのね3つのところコンサルとクライアントさんまあ皆さんですね実際にねあのの立場に置き換えるとどういうことがアドバイスできるかっていうのをお伝えするんだけど例えば1つ目ねメリットの1つ目が正しい進路の判断ができるっていうことなんですよ本人はこっち側の方がいいんじゃないとかって思ったとするじゃないですか だけれどもそれで私に聞いた時に私はたくさんあるデータと今まで失敗した人のデータとあと時流とタイミングそれを全部加味した状態でこっちがいいのかっていうのを本当にいいかどうかアドバイスするんですよだからその人の判断では自分だけの判断でこっちかもって思っているのをいや違うと今選ぶならこっちの道だって真逆の方を 私が言ったたとししらどう,どうしますあの私が普段見てる方だったらそうなんだって納得できれば真逆にいけるけど相談する人がいなかったら自力の判断でそっち行くんですよそしてうまくいかないこととか多々ありますはい、まあ、うまくいかないからいかないですっていうご相談とかをねいただくわけなんですけどその時に残念に思うことがあるっていうのがえ そのタイミングでその道選んじゃったんだっていう時なんですよ。もちろん一人だから誰も忠告する人もいなければその道を選ぶっていうことで。だから結果として、あの、確かにね、コンサルタントってお金かかったりします。するんだけど、そのお金をけちったことによってですね、あ結果としての損失が数十万円とか下手すると数百万円という時あるんですよ。 その地点に戻れてればどっとことがない話だったりする残念な判断になっちゃう時とかもあったりするからそういう意味では単発、あのー、でねこれ相談しても意味ないんですよ長期的に見ている人の正しい判断をちゃんと聞くっていうのが結構大事なのであのよくね30分無料相談ジプシーみたいな人いるんですけど意味ないですから。 それはその人を本当にお願いするかどうかを判断するためだけに使うのにはいいんですけれどもあのそれによって解決策を得ようっていうのを突きはぎって結局その人のオリジナルのレシピをもらうことができないわけなので結果としてね成果出ないんですね。はいいいだから急がば回れれっていうわけけじゃないんですけれどもあのー どの道が正しいのかっていう言葉をもらえるっていうのは非常に大きなイニシアチブですよねっていうふうに思ったんで1点目正しい進路の判断ができるっていうのがこれがやっぱり大きいなと思っていますで2点目えと自分だけのマイレシピがもらえるっていうことこれ大きいですよ私は私の性格があり私のクライアントさんもクライアントさんの性格がありますそしてそれは私ではないんですよ で、私たくさんの人にアドバイスします。で、それは、えっ、ー、と、汎用的な内容です。だけれども、その方の思想と考え方と、えー、現状のビジネスの状況と、将来どうしたいのかの状況とか、性格とか、これ全部違うんですよね、お一人お一人。そうすると、同じような状況の、同じような相談であっても、 最後のゴールが違ければ当然アドバイスする内容も変わってきちゃうんですよね。だからその自分だけのマイレシピがあのもらえるっていうのは性格とかまで加味をした状態でどういうふうにしていったらいいのかっていうことまで伝える。私はですよ、伝えているしそれをもらった人はやっぱりそこまで加味された状態での レシピだから自分が勝手にインターネットででって,てきた知識と違うわけですよだからそこはね結構あのきちんと聞くっていうことはやっぱりビジネスが失敗しないうまくいく大きな秘訣だなぁと思っているのが自分にカスタマイズされた情報として受け取ることができるこれはね結構大きいなっていうふうに思ってます。で3つ目がメンタル的な要素のフォローですね。はい あのー、結局私のことを見ている先生という立場の人が1ヶ月仮にあの激しく練習ができなくても仕上がりに間に合いますと言ってくれれば安心じゃないですか休むの。気が気,が気じゃなくていや,やっぱ練習しちゃうよねっていうことをしないで済む安心感は間に合いますって言ってもらえてるからです。で私も当然 こんな風になっちゃったらもうダメですかねとかっていう話でいやいやいやどうってことないからって私が言ったとしたらその方っていうのはどれぐらい安心できると思いますか本人はもうダメだって思ってるのに私はどうってことないっていうんですよ。ここの感覚っていうのはやっぱり見えてる人が見えていてどうってことないって言うんだったらどうってことないんだっていうふうに思考が変わりますよね。 そうするとそのように振り回っていくことができるから結果どうってことないっていう道に進んでいくことができるはずなんですよ。だからその自分一人で判断するっていうほど多分ですね今の世の中って単純にできてなくてあて独学の領域って時間がめちゃくちゃかかるのと あと、凝り固まった思想ですね。自分の見,見聞きしたことでしか判断しようがないから。やっぱり、その広い知見と、その皆さんのね、性格を理解した人の正しい知恵っていうのを、やっぱ受け取るっていう環境を普段から作っておく必要があります。これ、ポイントですよ。困った時にいきなり駆け込み寺的に相談するのは、つけあだっ 付け焼き場的には、OK、ですだけれどもその人その瞬間の対処朗報しか教えてくれません普段お付き合いがないから当然といえば当然ですなので特にビジネスの要因に関しては長期戦なんですよだからあの本当にね信じられる人と長期戦で付き合っていくっていう感覚で メンター、コンサルタント、その領域の人はきちんと見つけておく必要があります。なぜならば困った瞬間に探してもろくでもないって言い方変なんだけど焦って探すから吟味して探せないのでね結局その助言によってもっと大炎上っていうことだってあり得るわけですからねそれは良くないでしょうっていうことであの普段からのね長期的にビジネスを見てもらえる人一人は 手元につけておいて指示を仰ぐっていう体制を取るのがいいんじゃないかなというふうに自分の喉の調子も含めて改めて感じたことですはい、それでは本日のまとめです、えー、長期的にビジネス状況を見てもらえる人を一人持つ三つのメリット一つ目正しい進路の判断ができる二つ目自分だけのマイレシピをもらえる三つ目メンタル的な要素をフォローしてもらえる という3つの点のメリットがありますのであのコンサルタントを別に押し売りする必要はないんですけれどもあ必要だと思う場合にはぜひそういった方をねあのつけていただいた方がいいんじゃないのかなというふうに思っております。はい、以上になります。それでは。